収まるか、収めた木村、収めた木村、サンドで広島取り切って河村が行った、うん、河村の道が開いた、河村の道が開いた、河村の花道仕上げた、河村だ、俺が日本代表河村拓夢、広島を、そして日の丸を背負う男です。まあ、ここからねこうボールを奪ってそのままドリブルでもう直線的にね、まあ、自分のスピードもしっかり活かしましたし、最後もしっかりとゴールキーパーの位置を見て空いてるね左隅にしっかり蹴り込みましたね。もうこのシュートの前の一連の奪ってから の、 そのドリブルコース取りも非常に素晴らしかったですし、もうこの残り